何かあったの？そうらしい。城の入り口に集合だ。また外を眺めていたのか。眺めているといろんなことを考えなくて済むから。いろんなこと？巫女のこととか、自分が本当にネウィリの子孫だったこととか。俺を責めないのか？なぜ？俺はレナス・アルマを破壊した。茨からの解放は目前だったのに。どうして破壊しようとしたの？あれを見たとき、昔のレネギスでのことを思い出した。気がついたら体が動いていた。すまない。それほど辛い記憶だったということだわ。それに破壊されたとは限らない。あの赤い女と一緒にどこかに消え失せただけかもしれない。だけどならどうしたら。無理しないで。いいの。あなたは私を連れ戻してくれた。今はそれで十分よ。行きましょう。みんなが待ってるわ。なあシオン、そのダメ。悪かった。ごめんなさい。でも近寄りすぎるとは危ないから。イバラのことなら少しくらい耐えてみせる。そうじゃないの。そうじゃなくて、ごめんなさい。何でもないわ。イバラの他にまだ何かあるのか。それは何でもない。何度も言わせないで。悪かった。じゃあ俺先行ってるから。君たちか。私が最後かと思った。そういうあんたこそ。またキサラが怒るぞ。違いない。ボルラーンが倒れてから一月、いい加減何か動きがあっても良さそうなものだが、レネギスは沈黙を守ったままだ。結局ボルラーンの死体は行方知れずだ。例の赤い女もあれきり姿を見せない。あの時闇を核に6つの属性でレナス・アルマが生み出された。私が聞かされてきた5属性ではなく、君たちは知っていたのか。レナス・アルマの属性のことか。まさか。私も闇のマスターコアが存在するとは知らなかったわ。では巫女の力は。それもあの時初めてよ。自分にあんな力があるなんて。俺もあんなことが起きるとは思いもしなかった。王と巫女か。操った赤い女もだが、相変わらず謎の多いことだ。精霊力の制御に関わる力。広い意味では精霊術なんでしょうけど。精霊力といえばレナス・アルマの誕生で他のマスターコアが失われた中、火のみが残った。これも巫女の力の働きかもしれんな。炎の剣はまだ使えるのかね。一応な。レナス・アルマにほとんどの力を持っていかれたが、その程度には残っていた。今はまた私の胸に収めてあるわ。結構当座はそれで差し支えなかろう。何にしても今は目の前の問題が先よ。行きましょう。おいシオン。城の入り口に集合だと聞いている。こちらが今回相談があるという。グーでちょうど今から話を聞こうとしていたところだ。分かった。お腹が空きました。お腹。
配給はどうした？あります。量が足りないってことか。なら何が問題なんだ。まだここの人たちは素早い受け答えに慣れていないんだ。ゆっくり話せ。ああ、そうだな。配給の量は十分。でも足りていない。お腹が空いています。それはもう分かったって。ひどくまずかったのか。分かりません。食べていないので味は分かりません。食べていないって。じゃあその食料はどうしてるんだ。城に運んでいます。なぜ。ああ、まとめて尋ねてくれ。あんただけか。私の班の全員です。相手の名前は分かりません。食料を持ってくるように言わせる。俺たちの誰かならさすがに分かるよな。もしかしたら恐れていたことが起きているのかも。この町の人々は少しずつ自分の意志を取り戻しつつある。だがその度合いは人によって違う。人より先に意志が戻ってきた奴が他の奴の食料を取りやめているのか。冗談じゃないぞ。ああ、放っておくわけにはいかない。城を調べよう。まだ小城って言われたら従っちゃうんだね。叩き込まれた習性だ。時間がかかる。彼らのせいじゃないと思う。もどかしいわね。まあ俺たち何やってるんだろうな。何って人助けじゃない？けどさ、なんかこういろいろ半端になってるだろ。やっと解放されたってのにペレギオンの連中は指示がないとなかなか動かないし、ボルラーンの手下どもはどこに消えたかもわからないし。そんなこと分かってるよ。でもやれることやるしかないじゃない。私たちここから動けないんだから。それにツルドさえ倒せば全部解決なんてありえないってこと、これまでも見てきたでしょ。リンウェルの言う通りだ。やった以上やりっぱなしってわけにはいかないしな。そりゃ壁を壊してそれで終わりってわけにいかないのは俺だって分かってるつもりだけどよ。これで戦いが終わりってわけでもない。レネギスだってまだ健在なんだ。落ち着かないんだよ。来るなら早く来いってんだ。やめてよ。そう言ってるのに限っていざ来たら後悔するに決まってるんだから。どうしたの？ああ、装甲兵でも見えないかと思ってな。装甲兵？ボルラーンの兵隊のこと？あいつら、俺たちがボルラーンを倒したら城どころかペレギオンからもあっという間に姿を消したもんな。良くも悪くもダナ人の面倒を見てたのが一斉にいなくなったせいで町がどうにか暮らせるようになるまで本当大変だったぜ。勢力としてはまだ十分な力があったはず。それが揃って行方をくらませてそれきりだ。もう鋭だって残ってないし行くあてもないはずだよね。レネギスってことはないのかな。全くないとは言えないだろうが、やはりどこかで反撃の機会を伺っている可能性が一番高いだろうな。ペレギオンの住民も自分で自分を守れるようになるのは当分先だろうし、頭が痛いぜ。まったく。今日の飯、塩が薄くなかったわ。素材の味を生かした良い味付けだと思ったが。ローは子供舌だから味が濃くないと食べた気がしないんでしょ。なんだよ、バカにすんな。塩がなきゃ人間生きていけないんだぞ。確かに塩気が足りないと体力が落ちるというのね。カラグリアじゃそれで岩を舐めている者がいたっけな。岩を舐める？なんだそれ。塩味のする岩が時々見つかるんだ。奴隷の涙が染み込んだ岩だと言われていた。それはおそらく岩塩だ。配給が満足に得られなかった頃三木浦兄さんが見つけて持ってきたことがある。あの頃は間に合わせのものとして使っていたが、今は普通の塩より
むしろ味に深みがあって使っている。この辺りでもその岩塩が見つかるのかね。はい、少しコツがいりますが、見つけたら砕いて補充するようにしています。取れる土地によってそれぞれ味わいが違うので、それで何を作るか考え出すと止まらなくなります。キサラも結構凝り性なんだね。根が生真面目だからな。あまり負担をかけないようにしよう。なんで暴れてんだ。ズーグルなんかじゃなく、グルルを看板にすべきだってさ。対抗意識あったのか。いや、
で町のダナ人たちとでも思ってるみたいだ。なんであれ、あのボルラーンの兵だ。油断するな。待ってくれないよ。ガルト上決めたよ。光を絡めた。流水の叫び。バタリアスを待たせた。行けぞ。いられなくて毒の三日月。おい。ん？なるほど。とにかくこれで解決だといいんだが、あの兵士たちにはおとなしくしているよう強く言っておいた。しばらくは大丈夫だろう。レナ人はそういうものだと聞いてはいたが、スルドの権威というのは大したものなんだな。ほどほどにボルランの呪縛が解け、かつほどほどに自我が戻っていなかったからできたことだ。この一月我々が町を留守にすることもあったのを思えば、運が良かったと言ってよかろう。ですが、それなら彼らが自我を取り戻してもダナ人のように解決とはいかないのでしょうね。ああ、
自分で奴隷を虐げるレナに戻るだけだろう。メナンシアとは違う。むしろそこからが本当の問題か。それを言えばダナ人同士だってそうだが。そうだな。今回だって結局は戦いありきだった。しかもあなたにスルドの立場を使わせることになりました。ああ、しなければさらに血が流れていた。気にするな。それでそのレナ兵はどうなるのですか。質問を。装甲服を外して閉じ込めてある。これ以上あなたたちに何もできない。死なない。彼らは死なないのですか。何。彼らは私たちを騙した。悪いことをした。その前にも私たちを苦しめた。何年も何年も何年もずっとずっとずっといっぱい死んだ。親も子も兄弟も友も皆死んだ。殺された。溶かされた。奴らレナに。なぜ私たちが死んで彼らが生きている。レナは死ぬべきだ。残らず殺すべきだ。グラン、俺もかつてあんたと同じレナを憎む奴隷だった。レナを倒そうと剣を取り、ここまで来る間にいろんな人たちと出会い、いろんなものを見てきた。運命に抗おうと戦う奴がいた。大事な肉親を失った奴、それでも理想を追い求める奴がいた。憎しみに駆られながら踏みとどまった奴と、それができず死んでいった人たちもいた。人を喜んで傷つけるような奴もいた。俺はそいつらを敵として戦ってきた。だがある時気がつくと、俺の敵はレナじゃなくなっていたんだ。ならばあなたは何と戦っているのか。誰かのものを力ずくで奪おうとする奴とだ。それがレナでないなら何だというのか。一人の誰かだ。レナでもダナでもない。いいこと悪いこと何かするのは全部誰かなんだ。確かにお前の言う通りだ、アルフェン。私たちはつい個人の罪を全体に、全体の罪を個人に負わせてしまう。憎しみで憎しみを声太らせてしまうんだ。私はあなたたちが憎しみ合わずに済む社会を作る手助けをしたい。だがそのために血を流しては憎しみを深めることにしかならないと思う。わかった。あなたたちは私たちに考え、物言う力を取り戻してくれたのだから。我々を信じるというのかね。レナ人を信じるのではない。あなたたちだから信じるのだ。分かった。必ずその信頼に応えよう。どうしたの、キサラ。何か問題？あ、いや、少し考えていたんだ、この国の人たちのこと。どうやって自分で考えられるように戻すかって話か。目下の課題はそれだな。より深刻なのはその後なのではないかという気がしてな。自分たちが受けた仕打ちを自覚した時、彼らは何を望むと思う。報復か。ガナス・ハロスは極端な形かもしれないが、多かれ少なかれどの国にも存在する問題だ。ベネギス抜きでもレナの残党だってまだあちこちに潜んでるしな。そんな、せっかくスルドを倒してもそれが原因でまた争いが起きるなんて
あんまりだよ。そうだな。放っておけばまたどこかで血が流れる。そんなことはもうごめんだ。レナの支配にはまだ謎がある。それがどんなものだろうと終わらせなきゃならない。だが一つはっきりした。どう終わらせるにしても、それはただダナの恨みを晴らすためのものであってはいけないんだ。そうは言ったってどうすればいいんだ。恨みのもとはなかったことにはできないんだぜ。痛みを受けた者に忘れろとは言えない。簡単に答えが出せる話ではないな。でもそれでもやらなきゃ。ずっといつまでも傷つけ合うなんて、そんなのダメだよ。ああ鋭ブリガー、300年の支配、それに続くダナとレナの歴史、何もかも俺たちで背負うことは難しいかもしれない。だが少しでも流れる血が減るよう一つ一つ対処していこう。とにかく一仕事終わったな。いや、問題を抱えている住民がまだいるかもしれない。もう少し付き合ってくれ。自分で考えるってのは大変なことなんだ。いいことばかり考えるとは限らないんだ。それでも人形でいるよりはいいはず。私にできる限り彼らの助けになる。やれ。白きふわふわしたもの、言葉通りのものか、またまた隠された意味があるか。この辺りで食べられそうなものを探してみよう。どこに行くんだ。いちいちあなたの許可が必要なの。別にそんなことはないが、そんな言い方しなくたっていいだろう。あなたこそどうしてそんな悠長に構えていられるの。この瞬間も敵は活動しているわ。なのに私たちはここで足止めされたままなのよ。それは皆分かっているけど、どうしようもないじゃないか。一体どうしたんだ。このところ変だぞ。そうね、バカなことを言った。何か気に障ることをしたなら謝る。でも本当に分からないんだ。だから教えてくれないか。謝ることはないわ。あなたのせいじゃない。いいえ、誰のせいでもない。本当よ。だったらごめんなさい。聞かないで。そう言われたら何も言えない。ごめんなさい。わかった。だが無理はするなよ。よし。
息子の死を伝えるなんて君の役だ。誰かがやるしかない役目よ。母親を探しましょう。すまない。街の外に行ったみたいだぜ。ズーグルだっているのに心配だな。俺たちも追いかけよう。なんと。申し訳ない。ごめんなさい。リウェル。魂の叫び、なかなか見事だったぞ、アルフェン。思わず熱くなってしまった。俺もまだまだだ。でもだからこそ届いたのよ。リンウェルもデュオハリマも、そしてあの母親も。確かにあなたの言葉で心を揺さぶられた、うん、共に旅をすることにした私の選択は間違っていなかったな。また悩んでるのか。あ、
そういうわけじゃないんだけど、ただ、やっぱり悩んでるのかも。私ってさ、一族で隠れて暮らしてたから、最初からレナに支配されていたわけじゃないんだよね。でも、アウメドラに父さんも母さんも殺されて、それでレナを憎むようになって、生まれた時から奴隷だった人たちはそれが当たり前になってて、怒ることすらしないって話あったでしょ。なあ、どこでも抵抗活動なんかやってるやつの方がむしろ変わり者って感じだったよな。その人たちと私、どっちがマシだったのかな。憎しみに捕まったらろくなことにならねえけど、家族を殺されて怒ったり悲しんだりしないのも違うだろう。つまり、悪い、なんかうまく言えねえや。怒ったり悲しんだりするのは憎むのとは別。そっか、なんか少し分かったかも。ありがとう、ロアルフ。おう、助手乗る必要がある。そのためにもここを出る道を見つけないとな。分かった、早速明日から始めよう。そのためにも今日はしっかり休んでおくんだ。何？何の音だ？アルフェ！大変だ！空が！レナとレネギスが、それにあのレネギスの姿、一体何が起きているの？あんなことができる奴らを相手にしてるのかよ俺たち。どうやら沈黙は終わったようだ。あの降りてきた物体、まるでダナに打ち込まれた鎖だな。鎖、俺たちの犯行への。上から出ている光は何だ？精霊力。精霊力？あれがか？だが、あんな、ものすごい勢いだよ。今までレナのスルドたちが集めていたのなんて比較にならないくらい。ダナの精霊力を根こそぎ奪うつもりか？だがなぜだ？
精霊力集めはスルドブリガを競うためだったはずだ。あの勢いじゃ放っておいたらダナが虚水だらけになっちゃう。破滅だよ。破滅、これもあの赤い女の仕業なのか。だとしても不思議はないな。たまたま王と巫女、そして5つのマスターコアが揃った場に第6のコアを携えて現れ、君たちに強制してレナス・アルマを作り出したあの女、一体何者だ。どういう意味だ。どうとは。あんたのそばにもいたじゃないか。何かしら知ってることはあるんじゃないのか。私があの女と面識があると言いたいのか。私もアウテリーナ宮であなたのそばにいるのを何度か見かけました。コノエの間では何者なのかと。そういえばビエゾの近くにもいた気がする。覚えてないか、シオン。シオン、あ、ごめんなさい。私もペレギオンで初めて見た気がするわ。どうなってるんだ、二人してあんな目立つやつを覚えてないなんて。てっきりスルドのお目付け役か何かだとばかり思ってたんだが。本当に覚えがないのですか。ない。これでも記憶力はいいつもりだ。その点は異論ないけど。気になるな。今はあのくさびが先だ。そんなこと言ったってどうするんだ。俺たちガナス・ハロスから出ることすらできないんだぞ。北の山脈の向こうはシスロディアだ。ですがこの一月、山を越えられそうな道は見つかっていません。解放した人々からも手がかりは得られませんでした。だがどこかにあるはずだ。300年間タリオと隔離されていたはずはない。ボルラーンが閉ざして隠したのかもしれん。だったらダメ元でももう一度町の人にも話を聞いてみようよ。何か見落としがあるかもしれないし。わかった、探してみよう。今から船を作るよりはいい。あれがレナの本当の力なのですね。何かあるだろうとは思っていたが、ここまでとはな。これからどうなっちゃうんだろう。確かめるな。できることをしよう。なあ、くさびが降ってくるとき一緒に変な光が見えなかったか。うん、色の違う光が4つバラバラに散っていったな。私も見た。何だったんだろうあれ。待て、いっぺんにいろいろ起こりすぎだ。すべきことから一つずつ片付けていこう。今頃ダナ中で大騒ぎだろうな。そうだな。どの国も解放されてやっと落ち着きかけてたところだろうに。ずっとだんまり決め込んどいて見計らったみたいに仕掛けてきやがった。ペレギオンの人たちはあまり驚いてなかったね。まだ感情が戻りきってないせいだ。そうでなかったら今頃大変だったはずだ。ああ、町を離れるどころじゃなかったろうな。だがレネギスの狙いが何だろうと、くさびだけで終わる保証はない。今でさえ精霊力が奪われているのだしな。手遅れになる前に急ごう。脈のことだ。でも湿原の奥にそんな道なんてあったかな。見落としたのかもしれない。騒がれる前に倒すぞ。ボルラーンに誉れあれ。降伏しろ。命を保証する。おざくな。主の玉座を汚した大逆者どもが。頑固な上にいちいち大行なんだよお前ら。なら私が妨害を取る。精霊力をアタック。やったか。完璧だね。外さないわ。こんな感じ。これで終わりだ。
穴は何だろう。奴らの隠れ家かな。最近できたようには見えないな。これがシスロディアに通じる道ってことはないのか。大丈夫か、シオン。ええ、行きましょう。いつの間にか、ずいぶん荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。お失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか。そう思うとこの荷物も宝の山だな。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。時にアルフェン、君の剣術はどこで覚えたのかね。ああ、それ俺も気になってた。紅のカラスに会う前から使えたんだろ。俺はダナの領主に使える兵士だったんだ。顔もろくに見たことのない雇い主のために戦うんだ。今にして思えばあれはあれで奴隷みたいなもんだったな。ダナの領主、300年前レネギスに連れてかれる前ってことか。じゃあ本物のダナの剣術ってことだね。ダナの剣術、そんなもんがあったのか。だって300年の間に失われたものはたくさんあるんだよ。剣の使い方だってきっとそう。それがこんな形で生き残るなんてなんだか不思議だね。昔支配を受け入れていた頃の俺が覚えた剣術が今支配者に立ち向かうために役立っている。そう考えると皮肉だな。また余計なことを聞いてしまったかな。いや、俺たちが勝手にこね回しただけだ。こね回していい方に転がればそれでいいだろう。よく転がすためにこねるのか。料理のようだな。結果うまいもんができてみんな笑顔になるならそれでいいんじゃねえか。なるほど、納得だ。どこに行ったのかと思っていたが、こんなところで息を潜めていたのだな。ボルラーンの残党、やはりペレギオンを襲うつもりだったんだろうか。彼らの猛進ぶりを見るに、あるいはひたすら待っているのかもしれん。待っているって、ボルラーンをか。私たちは倒したのに。でもそうね、そうかもしれない。彼らの態度はほとんど崇拝だもの。倒されたことも信じていないのかもしれないわ。次のスルドブリガが始まるのを待っていた可能性もあるが、何せあの男の配下だ。いずれ自分たちの主人が戻ると信じて疑わず、いつでも迎えられるように備えていた私は改めて忠節と霊俗の違いを見たのですね。君は気づいているのか。何をだ。シオンのことだ。あんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ。
シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマがイバラから逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女も言った。なのにそれが失われたこととその後の彼女の様子はどこか噛み合わない。それに先祖から受け継いでいた力。巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか。その通り。だがあれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。君は違うのか。これなら毎日でも食べられるわ。シオン、やっぱり病みつきになってる。